今回はキャンディーズとその時代の話です。もういろいろ キャンディスの話が出てくるというのが僕はう嬉しくてたまらないんですけどもこれまで山口百恵松田聖子と1970年代80年代のアイドルの話をしてきましたけどもえその際今日的なアイドルの元祖というのは年にデビューした南沙織という話をしましまたねあの,というのも日本の高校生や大学生は1960年代の高度成長期を経て70年代に入ると自宅に自分の部屋と自分のステレオプレーヤーを持ち小遣いやバイト代を自分のために使えるようになりまあそうした。 生活水準が上がった高校生、大学生が。 推したた最初のアイドルが南沙織だっとということです例えば南沙織に4か月遅れてデビューしたアマチマリはえ南沙織よりはるかに幅広い人気を得ましたがアマチマリはかつての美空ひばりに代表されるような全国民的アイドルの後継者で彼女のイメージを利用したお子様向けの玩具とか文房具あるいは親が子供に買い与えるドレミマリちゃん号なんていう自転車まで出て大人も子供も巻き込んだ全世代対象のアイドルだったんですね。それに対して南沙織の方は ファン層が高校生大学生にほぼ特化された世代共感型のアイドルだったといいますこのアマチマリの系譜に属するのがピンク・レディーですし南沙織の系譜にいたのがキャンディーズだったと思います、えー、南沙織もキャンディーズもどちらも当時のアイドルとしては珍しい大学生伊藤蘭は日大芸術学部演劇家中退ですし 田中芳子は徳女子短大卒藤村美樹は大学には行っていませんが父親が声楽科で岡山大学教育学部で音楽を教えていた教授でしたそして南沙織のレコード売り上げがアマチュアに遠く及ばなかったようにキャンディーズのレコード売り上げもピンク・レーディーには遠く及びませんでしたが キャンディーズはメンバー全員がセンターを経験した最初のアイドルグループでしたし人気絶頂時に解散してサヨナラコンサートを後楽園球場で開きこれが日本初の女性アイドルによるスタジアムコンサートになりましたこれらのことは後の山口百恵の引退や秋元康のおニャン子クラブ AKB のビジネスに多大な影響を与えています今回はそんなキャンディーズの時代とその後の女優としての出演作品の話です えまず、えー、キャンディーズ登場前夜の話からこの南沙織がデビューした1971年は4月に小柳ルミ子6月に南沙織10月にアマチマリがそれぞれレコードデビューして3人娘と言われ、まあ、10月から日本テレビでアイドルオーディション番組のスター誕生がスタート、まあ、近代アイドルのビジネスの夜明けになった年です当時の音楽界は、えー、1967年68年に猛威を振るっていた、えー、グループサンズブームが収束して、まあ、前々回お話したフォークソングの時代に入っていました フォーク界のリーダーが岡林信康から吉田拓郎に変わったと言われた中津川フォークジャンボリーメインステージ乗っ取り事件が起こったのは南沙織と天地真理のデビューのちょうどこの間の出来事ですでこの年に一番売れたシングルレコーダー小柳ルミ子の「私の城下町」そして2位が加藤登紀子の「知床旅情」 まあ、つまり歌謡曲とフォークがある共存していた年ですねそして翌1972年には3月に西条秀樹6月に朝岡恵七月に森政子8月に郷ひろみ11月にアグネスチャンさらに翌年の1973年には2月に桜田淳子3月に石川さゆり4月に浅田美桜子5月に山口百恵がデビューと、まあ、アイドルが量産されますこの71年にデビューした小柳ルミ子、えー、南沙織天地真理の3人娘のうちこの南沙織以外のこの2人は ナベプロ渡辺プロダクションの所属タレントでしたがその後1972年73年にデビューしたと紹介した9人のアイドルの中で渡辺プロダクションなべプロ所属のタレントはアグネスチャンただ一人60年代のテレビ界で圧倒的な力を誇っていたナベプロの力もこの時は陰りが見えていました焦りを感じたナベプロは1973年4月 NET、まあ、今のテレビ朝日で月曜の夜8時から「あなたなら OK」というスター誕生によく似たオーディション番組をスタートさせます ところがこの時間帯は日本テレビが4年前から「紅白歌のベスト10」という歌番組を放送していった枠で、まあ、日本テレビとナベプロの間で深刻な対立が生まれ日本テレビはナベプロのタレントを締め出しスター誕生で発掘した歌詞もナベプロ以外のプロダクションに配分し始めますいわゆるまあ日本テレビのナベプロ戦争が勃発したんですねそんなシビアな状況だった1973年9月にナベプロからデビューしたのがキャンディーズですキャンディーズのメンバーは伊藤蘭が1955年1月生まれ藤村美希が56年1月生まれ田中佳 えー、56年4月生まれとこれ3年人が1学年ずつ違ってついでに言うと身長も、えー、この順に1 5 7ンチ1 5 6ンチ1 5 5ンチと1ンチ違いで、えーまあ、3人とも渡辺プロダクションがタレント育成のために1963年に設立した音楽ダンス演技の専門学校の東京音楽学院の出身で、まあ、この東京音楽学院の生徒から選抜されるスクールメイツのメンバーでした。 あのスクールメイツってもしかして年配の方聞いたことはありだと思いますけども「紅白歌合戦」のバックダンサーとして踊ってたりドレフ大爆笑のオープニングとエンディングでチアリーダーみたいな格好をしてポン、まあ、ポンポンと踊ってたりしてた大人数のグループですね東京音楽学院スクールメイツからは森進一とか布施明とかナベプロの多くのタレントが育っておりこのナベプロのシステムはその後ジャニーズ事務所や秋元康が手本にしました、えー、そして1973年秋ナベプロがそのスクールメイツから満を持して送り出したのがキャンディーズです って言っちゃうと話はできすぎで、実際のところは会社のトップはこの3人には特別目をかけていたわけではなく、彼女たちはどちらかというと、現場の人たちが持ち上げてデビューさせたアイドルでした。そのことは後々キャンディーズの2枚目マネージャーだった大里洋吉がナベプロを辞めてアミューズを起こす縁人にもなっているんじゃないかと思います。 えー、1972年、3人は揃って NHK オーディションに受かり、この NHK オーディションというのは、昔 NHK の歌番組って毎月開かれる、あの、オーディションに合格した歌手しか出れなかったんですね。今はやってないと聞いてますけども。で、これに合格して4月からスタートした歌謡グランドショーという番組、歌番組に、3人揃ってマスコットガールとして採用され、この番組のプロデューサーがキャンディーズという名前を付けます。 がこれ歌を歌わせてもらったわけじゃなくてマイクや譜面台とか椅子を運んだり出演者の代理で音合わせをしたりとかいった本当にたただだのアシスタントだったそうです、まあ、そんな時かつてナベプロに所属していたアウトキャストというグループサウンズの元ボーカルでグループ解散後は渡辺音楽出版でプロデューサーをしていた松崎澄夫 この人は後にアミューズに移って代表取締役社長にまでなった人ですけどこの松崎住夫がたまたま東京音楽学院を訪れてこの3人に目をつけて「自分が担当させてくれ」とこう社長に申してたんだそうです。キャンディーズのシングルの作曲を最多の8曲手がけている北口雄介もアウトキャストのメンバーの一人です。 このアウトキャストというバンドは、えー、後に作曲家として大成する水谷君みというギタリストが、もう東京中のアマチュアバンドを回って、で、その各パートで一番優秀なミュージシャンを集めて、えー、作ったグループだったそうで、まあみんな実力があったんでしょうね。で、ゆうす介は松崎純夫に頼み込んで、デビュー前の3人のボーカルトレーニングを担当します。松崎純夫もゆうす介もこの時24歳。キャンディーズの3人は17歳と16歳。キャンディーズは若者たちが生み出したプロジェクトでした。 ス、えー、介はキャンディーズの解散から20年経った1998年9月に発売された彼女たちの CD ボックスにこんな文章を寄稿しています多くの人たちは彼女たちの可愛らしさに惑わされて気が付いていないかもしれませんしかし本当はランスーミキの音楽的個性こそがキャンディーズなのですランは時代を先取りしたリズム感アルトからソプラノ窓をカバーする広い音域を持っていました 数はサウンドを包み込む音色安定した歌唱力そして何よりも中音域での説得力が貴重でしたミキは音楽教育に裏打ちされた独特力と絶対音感で音楽的な要になってくれました確かに伊藤蘭は中学時代は演劇部そして日大芸術学部演劇科に進学したぐらいですから女優志望で、まあ、歌には思い入れがなかったそうですけどもまあ一度聴いたら忘れられない艶のある声の持ち主ですし田中し子は実は小学校の頃から民謡研究会で民謡を歌っていたこともそして藤村ミキはさ曲 申し上げた通りお父さんが声楽家でお母さんがピアノの先生だったんで音楽的素養の高い娘でしたしとにかく3人とも歌手としての才能が豊かだったことは間違いありません。 キャンディーズの3人はトレーニングを続けていた1973年4月え同じ渡辺プロダクションのドリフターズの TBS の人気番組「8時だよ全員集合」のマスコットガールに起用されます3人はですね初めのうちは加藤ちゃんがエンディングで「ババンババン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 風邪ひくだよババンババン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 」「宿題やったか?」って言ってるあのえ時にあんま隅っこで3人並んで踊ってるだけだったんですけどもそのうちに本浩二とマット運動をして「ハイポーズ」なんて決めポーズをしたりコントで絡んだりするようになりますえ僕は今から27年前に まあこれ27年前って言ってもそれでもキャンディーズの解散からもう20年も経ってたんですがラジオの番組で伊藤浦さん本人にインタビューしたことがありますでその時彼女はこういう話をしてくれましたコントを演出していたイカリアさんはキャンディーズに対して「お嬢ちゃんたちは好きに遊んでていいよ」みたいなスタンスでは全くなく間とかタイミングを厳しく指導された自分たちは全員集合の裏側のコント作りの緊張感をずっと見てきたのでコントは生半可な気持ちではできないと思っていた。 前週後のレギュラーになってから5ヶ月後の1973年9月、えー、キャンディーズはこの、あなたに夢中という曲でレコードデビューを果たします。この歌の作詞・作曲は前の年にアマチュマリの虹を渡って、アグネス・チャンの「ひやげしの花」で大ヒットを飛ばしていた山上道夫、森田光一のコンビですから、まあ、ナメプロとしてもデビューには力を入れてたんでしょうね。 でこの時のセンターは、えー、田中佳子でしたけども、えー、最初から3人の声を順番に重ねてハモらせていてまあ,あの彼女たちの歌唱技術のレベルの高さがうかがましたがデビュー曲は、えー、この「あなたに夢中」はオリコン最高順位が36位2曲目の「そよ風の口づけ」も39位3曲目の「危ない土曜日」が46位、えー、デビュー1年後の74年9月に出した4枚目の「涙の季節」から作曲が「北口悠介」に変わったんですけどもそれでも40位と自利品 まあそこで誰の発案かわかりませんけども5曲目の年下の男の子からセンター兼メインボーカルが伊藤蘭に変わりますあの以前この番組で黒澤清志監督が女優はメイクやヘアスタイルでいくらでも印象が変わるので重要なのは声だと指摘されていましたけどもまさにこの伊藤蘭の声がそれですね声だけで艶っぽいというか男をゾクッとさせるというかもう天性の女優声ですスタッフもその声の力にかけてみようと思ったんでしょうね でこの伊藤蘭センター作戦が功を奏して年下の男の子はオリコン最高順位が9位に跳ね上がりますまあでも僕は個人的に偉いと思うのはこの時センターの座を奪われたすーちゃんの方ですね田中佳子の方ですねで彼女はこの後最後のシングル「微笑み返し」のあるパートを除けばセンターに戻ることはなかったんですけどももう全く腐ることなく3年間変わらぬ元気さで歌い続けました大体いいスプリムスはダイアナ・ロスが絶対的センターになった不満からフローレンス・バラードがアルチューンになっちゃってで解雇されてますから、まあ、田中佳子はタフというか性格がいい人だったんでしょうね えー、さらに言えばミキちゃん藤村美キも最初の4曲は右端その後の11曲が左端16枚目のシングル「ワナで初めて、えー、そしてただ一度センターになったんですけど彼女もまた脇役としてグループを支え続けました「えー、年下の男の子」がヒットした年蔵、えー、前国技館で。 えー、キャンディーズ1万人カーニバルという、まあ、イベントというかライブが開催されますこのコンサートの実行委員だったキャンディーズのファンの大学生たちの呼びかけで全国大学キャンンディーズ連盟という施設のファンクラブが指導しましまたこの「全国大学キャンディーズ連盟」という名称からも、まあ、当時のキャンディーズが特に大学生に支持されていたことがわかると思いますがこの名前からすぐに大学が外されて、えー「全国キャンディーズ連盟」まあ、略して「全キャンレン」 になって1976年10月に開かれた第2回の1万人カーニバルで全キャンレンの8回式が行われました、えー、以前もえお話した通り僕自身あのキャンディーズのファンクラブに入ってたんですけど大ファンで入ってたんですけどちなみにお知らみきちゃんでしたけどもえ僕は入会していたのはオフィシャルの渡辺プロダクション友の会のキャンディーズファンクラブの方で えー、このオフィシャルの会員は同じダベプロからデビューする新人の応援に駆り出されたりして、えー、僕も1回だけ沖縄から出てきたアップルズっていう3人姉妹、まあ、この子たちは後にグループ名をイブに変えて成功して1990年に「紅白歌合戦」にも出てるんですけどもこのアップルズの子たちが東京国際音楽祭の新人大会に出るというので応援に駆り出され。 まあ会場の日比谷公会堂の裏でもうにわかで「ギリカ」「レオナ」「クララ」とまあコールド練習をしてで見たことも聞いたこともない彼女たちの歌を応援したことがあるんですけども全キャン連の方はそういったしがらみはなくてキャンディーズだけを応援していたと思いますえ去年の「紅白歌ガス二刀ンが出演した時スタジオに集まって元祖アイドルオーターのパワーを見せつけていた僕と同世代のおじいさんたちがまあこの全キャンの人たちですねえで話はちょっと遡りますけども1975年10月え文化放送で毎週土曜日夕方六時半から ラジオ番組「ブラボーキャンディーズ」がスタートしこの番組半年後に「ゴーゴーキャンディーズ」とタイトルを変えて日曜日曜にに移ってさら年続きましたあの山口百恵や松田聖子と違ってキャンディーズっていうのはドラマや映画にほとんど縁がなくてすーちゃん田中佳子が歌手デビューの前に日テレの「突撃ヒューマン」という公開録画のヒーロー変身ドラマに出演していたのとデビュー後に3人でザ・ドリフターズの「極楽はどこだ」「ザ・ドリフターズの「鴨田五御用だ」「正義で味方だ全員集合」という本のドリフ映画で歌ったほかは、えー、まあドラマ映画の出演はありませんでした。 その代わり彼女たちの魅力をまあ伝えていたのがララジオ番番組組とテテレビのバラエビティ番組ですこのラジオの「ブラボーキャンディーズ55キャンディーズ」はフリートークじゃなくて、まあ、作家が用意した台本通りにこの台本を読むっていう番組だったんですけどこのキャンディーズ3人とていうのはこれ演技者としてのレベルが抜群に高くて。 まあ今にして思えばこれ後にあのし <laughs> ろいふになる伊藤蘭と田中佳子がいたわけですからもう演技レベル高くて当然なんですけどしかもこれらの番組の中ではお互いをまあ太めのえ田中佳子はドラム缶無駄がぺったんこの藤村三家えぐれ最年長の伊藤蘭は豊島と自虐的に呼び合ったりしていてまあ笑いのセンサーあるなーって感じでしたねでまたえ同じ1975年からは山陽のカラーテリーブラックシャーシの「苦労は強いぞ」っていう CM にも出ててこれが流行語になったりしてました。 えさらに1976年3月にリリースした穂口祐介作詞作曲の「春一番」がオリコン3位の大ヒットでここからキャンディーズはオリコンベスト10の常連になります。 えー、77年3月にリリースした「優しいあた悪魔」と9月にリリースした「アンドゥ・トロワはどちらも作曲が吉田拓郎です、えー、吉田拓郎は1974年の森進一,一のレコード大賞受賞曲襟萌美咲の作詞作曲者で、えー、ついでに言うと翌75年のレコード大賞は布施明が歌った小倉圭作詞作曲の「シクラメの香り」です、えー、70年代半ばには歌謡曲とフォークの垣根は完全になくなっていましたまた、えー、1976年10月 NET で毎週月曜20時からキャンディーズを中心にしたバラエティ番組 見頃食べ頃笑い頃がスタートして、えー、ここではこの、えー、伊藤四郎それから小松政夫と一緒にますますハイボルテージになったブチケ系コントを、えー、毎週披露してましたね一方同じ1976年日テレのスター誕生から出てきたピンク・レディーはペッパー・ケーブでデビューして。 翌年にかけて S「SOS カルメン」えー「渚のシンドバッド」「本店」と「UFO」と立て続けに大、うん、ヒットここからの3曲は「連続ミリオン」ですねあっという間にレコード売り上げでキャンディーズを抜き去っていきましたそしてまあ運命の1977年7月17日、えー、日比谷野外音楽堂でのコンサートのエンディングで伊藤蘭が突然「私たち皆さんに謝らなければならないことがあります」と切り出して、えー、キャンディーズの解散を言い出して まあ有名な普通の女の女子に戻りたいといとう言葉を絶叫しますでこの時僕は日比谷屋音の観客席にいて、まあ、間抜けにも隣の列にえ今何つったの何つっっったたのの何てて聞いてました何しろこのキャンディーズの3人は会社に相談するにいきなりコンサートでファンの前でこの解散を切り出したので、まあ、後にも先にも、えー、そんなアイドルは他にいないと思うんですけどもだからもう僕らが会社にいた僕らが「ええマジ何言ったの?」っていうふうになったのも無理ないんですけどね。 伊藤蘭さんは後で直接、まあ、ラジオの番組でお話を伺った時に「うん、アイドルの仕事はどこか違和感があっていつまでたっても慣れることがなかった」と証言されていましたし、えー、作曲家の北口裕介は3人がデビューした時から「一番いい時に神田さんしようね」 っってててて話し合いいたのをよく覚えてるともう書いていますからまあ3人の頭の中では活動中もずっと解散の荷物があったんでしょう、えー、キャンディーズと同じ1973年にデビューした山口百恵は、えー、彼女たちの解散について1979年1月の雑誌「美少」でこう発言していますキャンディーズが普通の女の子に戻りたいと言ってましたねそれが歌手でいる限り不自由だし縛られているっていう意味だとしたらすごい反発を感じる私だって普通の女の子よ仕事をしている私も私だし家に帰っている私も私。 自分の存在を失わない限りどこにいて何をしていても自由なんだと思う。 まあこれもまた山口百恵らしい正論ですよね。この山口百恵とキャンディーズの3人というのはアイドルでいること、メディアに人気者として出続けていることに対する考え方というのはまあ180度違っていたんだと思います。で、キャンディーズは、日比谷音では9月に解散しますって言ってたんですけど、さすがにナベプロから強く移留されて、解散を半年延ばしてで、その間に、アンドゥートロア、ワナ、微笑み返しの3枚のシングルを発売します。解散2ヶ月前の1978年1月19日、TBS でザ・ベスト10の放送が 始まりまりした初回のランキングは1位がピンク・レディの UFO2 位がキャンディスの罠そして3位が桜田純子の幸せ芝居でした、えー、同年2月25日に発売された、えー、キャンディス最後のシングル「ほほえぬ返し」は作詞が a g i o u 作曲がホグチユうスケでこの歌のレコーディングの時ホグチユうスケはコーラスのパートの譜面を、えー、レコーディングの時に初めて譜面台に載せるつまりリハーサルなしで初見で歌わせる方法を取ったそうです、まあ、アイドルとしててはもう極めて異例な スタジオミュージシャンの録音方法ですねあのミュージシャンとしてのキャンディーズの3人に敬意を表したんだそうですそして3人が初見のパート譜を難なくこなし、えー、あっという間に録音が終わった時に穂口祐介も、えー、録音に立ち会っていた坂井雅俊も松崎澄夫もみんな男泣きしていたといいますそしてこの「放映会社」は開催を3週後に控えた3月16日放送の「エリザベス女王」で初登場2位にランクイン翌週1位になりました オリコンの週間ランキングでも1位を獲得して最終的には82万9千枚を売って「ほ、ま、ほ、あ、笑み会社」はキャンディーズ最大のヒット曲になりました。 えー、解散コンサートの「ファイナルカーニバル」えー、これ DVD ですけどこれは4月4日に後楽園九州で行われ5万5千人を動員「ザ・ベストテ s t 1 0は、えー、彼女たちの解散後も12年にランキングされている限り「ほほ笑み返し」の映像を流すと、えー、宣言していたので全キャンレンも、えー、キャンディスファンクローブもリクエストを続けて6月8日まで13週間にわたってランキングされてそのうち7週間は1位でした。 解散後3人は旅行に行ったり免許を取ったり文字通り普通の女の子がやることをやっていたそうですがもともと両親が芸能界に強く反対していた藤村美紀以外の2人伊藤蘭と田中し子は女優になりたいという思いが強く2年後それぞれ別なルートで芸能界に復帰しますまず伊藤蘭は1980年3月 TBS の日曜劇場「の3年たって来い」というドラマで女子高生の役を演じた後大森和樹監督が撮った ATG 配給作品 ヒポクラテスたちに主演グループの一人としして出演しますこの映画は京都府立医科大学医学部卒業で医師免許を持つ映画監督の大森和樹が自身の体験をもとに医科大学学ののの最終学年年回生たたちの1年間を描いた青春映画です大森監督はこの映画の何気ない場面に微笑み返しを流していましたし後にあの自身が監督したこの「ゴジラ対ビオランテで」で田中佳子を重要な役で起用しているので多分熱烈なキャンディスズファンだったんじゃないかと思います。 このヒポクラテスたちは偉大の6回生の,この古尾山里が同棲している恋人を妊娠させて町の産婦人科で降ろさせるんですが実はその産婦人科が無免許でその産婦人科で堕胎手術を受けた多くの女性が不妊になっていると知って錯乱して通っている大学の精神科病棟に入れられてしまうという軸のストーリーに当時まだ無名だった江本明とか内藤隆が演じる彼の同級生たちのエピソードが絡んで伊藤蘭はその学生たちの中の高一点の偉大生を演じていました。 これネタバレになっちゃうんであの結末は申し訳ませんけども彼女については実に意外な終わり方をしていてこの映画の要であることが最後に分かります。でこの話さあ次はどうなるというようなストーリー性のある展開じゃなくて話はなんとなくふわっと進んでいくんですけども例えば産婦人科の臨床実習で女性性器の模型の中にみんなで指を挿入したりとか。 内科の実習でフロヤマサトがイカメラを飲んだりあのこの場面、えー、映画監督がこれだから楽しいという大森和樹監督の著書によるとフロヤマサトは撮影の時本当にイカメラ飲まされていたそうですねあのフロヤマサトの胃の中の映像から顔までずっとワンカットで引いていくのでまあ確かにそうだろうって感じだったんですけどそれからこれ伊藤蘭が皮膚科の実習であの陰筋だという若い患者に 陰の周りり以外はかゆくありませんかなんて聞いたりしてもうとにかくディテールが面白い映画でした1980年の、えー、キネマジュンポベスト10でも3位にやってますでこれはうちは受けなので面白いディテールには僕は入れてませんけども大阪大学医学部卒の医師でもあった漫画の神様手塚治虫が「赤ちゃんの尿は清潔だからみんなお茶だと思って飲んでおきなさい」という小児科の先生役で出てたり大森和樹の京都府日医科大学の5年先輩で医師のフォークルセダーズの北山治虫が。 CT スキャンはビートルズのレコードで設けた EMI 社が開発したんだと得意げに語るレントゲン家の医師の役で出てたりしてえこれどちらも傑作でしたね井戸浦はさらに同じ1980年の「暮れえ男はつらいよ」シリーズの第26作「虎次郎かもめ歌」にヒロインとして出演し話題になりますこのトラジローカモメ歌は 北海道の渡島半島の江差市を訪れた寅さんが奥尻島に住む昔の敵屋仲間の執品の常がなくなったということを聞いて線香、まあの一本でもあげてやろうと奥尻島を訪れそこで執品の常の一人娘の伊藤蘭と出会いますで彼女が東京に出て定時制高校で学びたいというので寅さんは彼女を連れて東京に戻りトラ屋に下宿させてコンビニ店員の仕事を見つけてやったり、まあ、入学試験を受ける手伝いをしてやったりします 中学もまともに行ってないこの伊藤蘭は自分なんか無理だって弱気になるんですけどもえ妹のさくらとか旦那の宏が勉強手伝ってやって試験に合格トラ寅さん嬉しくなって毎晩伊藤蘭を送って定時制高校に行ってで一緒に授業受けちゃうがそんなある日伊藤蘭の元彼の村田武弘がお尻島から東京にやってきてっていう話ですね。 あの伊藤蘭は純牧でちょっと暗めなあの娘を演じていてでこれがまたリアリティがあってうまかったですね女優としてのキャリアのスタート点で「ヒポクラテスたち虎じ郎うかもめ歌」に立つ続きに出演してこの「伊藤蘭」という女優は本当に作品に恵まれていたと思います <music> 一方すずちゃん田中良子は伊藤蘭と同じ1980年萩本欽一の勧めで芸能界に復帰し欽ちゃんのどこまでやるのを経て夏目雅子が銀座のクラブの えホステステを演じたテレビ朝日のドラマ「二次子の冒険」に出演でこのドラマの11年後は夏目雅子の実の兄で実業家の小立和夫と結婚しています、まあ、夏目雅子は引き合わせたんでしょうね、えー、そしてこのドラマの放送中の1980年秋田中良子は松竹映画「土佐の一本釣り」に出演します、えー、この映画は 介先生がビッグコミックに連載していた人気漫画の映画化で漫画の主人公は土佐の呉という漁師町で中学を卒業してすぐにカツオ漁の漁師になった淳、えー、平という若者なんですけどもでこの役は映画ではオーディションで選ばれた新人の加藤淳平が演じていたこともあってビリングのトップは淳、えー、平の幼なじみで高校に進学したヒロインで八千代を演じた、えー、田中良子の方でした。 で物語はこの二人のぎこちない恋と、淳平が先輩の漁師たちに揉まれて。一人前に成長していく様を描いています。豪快な活動量の映像が貴重で、まあよくできた娯楽映画だったと思います。 この映画クライマックスはカツオさんの乗組員たちが両を安全に終えられたお礼で香川のコンピュータ様にみんなで泊まりがけでお参りに行った際に夜の街で静岡の清水からお参りに来たヤクザの組と出会ってでこの先輩がヤクザと意気投合して彼らの泊まっている旅館に車で一緒に行っちゃうのを遠くから見ていた純平がこれヤクザに連れ去られたと思い込んで出番包丁を持って旅館に助けに行くくだりです。 これは旅館に殴り込む前に淳平はもう生きて帰れないだろうと思い田中芳子に別れの電話をかけますでこの勘違い事件は急を聞いて駆けつけた船長の宍戸城が a i a さんの組長の成田幹雄これすごい貫禄だったんですけどこの成田幹雄と差しで話し合うとこ実は成田幹雄がすっげえいい人で勘違いの責任を取って指を詰めようとしていた淳平を止めて宍戸城に。 あんたもいい若い若をお持ちだうちにトレードしてほしいぐらいですな <laughs> なんて笑いながら言って一見落着するんですけどもまあ電話を受けたままそうとは知らない田中佳子がですね暮れの港の隅にある「チラみさ様と呼ばれる、えー、本当にあるんですかねこれあのお参りする女性が局部を見せると願いを叶えてくれるというすごい神社に駆けつけてパンツを脱いでどうか順平が無事でありますようにとお祈りするというすごい展開になります。 こ松竹の,、えー、のプログラムピクチャーの監督なんですけども同じこの1980年に撮った、えー「神様をくれた赤ん坊」はキネマ順法ベスト10でヒッポクラテスたちに次ぐ第5位になっていて「土作の一本釣り」は彼が絶好調だった時の作品です。 そしてこの映画は1980年12月27日から松竹邦火系で伊藤蘭出演の「男はつらいよ虎白か鴨め歌」と2本立てで公開されましたもうキャンディーズスーパーにとってはたまらん日本立てでしたねもちろん駆けつけましたけどこの後田中良子は NHK 大河ドラマ「女対抗期」や朝ドラ「おしん」それから映画の「夢中日記」などを挟んで1989年今村昌平監督の「黒い雨」に主演します。 この作品は広島に原爆が投下された際直接被爆はしなかったものの知人宅から小舟で瀬戸内海を渡って家に帰る途中に、まあ、原爆で巻き上げられた泥やホコリが混じった放射性の強い黒い雨を浴びて間接被爆した田中佳子が戦後縁談が持ち上がるたびにあの子は被爆者だという噂を立てられて破談になり続けていたのを、えー、自身も被爆者である北村和夫を演じる叔父が何とか嫁に行かせてやろうとも尽力する話です北村和夫は間接被爆の恐ろしさを知らないので原爆 10日当時詳しくつけていた日記を一生懸命清書して医者とか縁談の相手に提出してメインの田中佳子は直接被爆者ではないということを証明しようとするんですが、まあ、そのくだりが哀れで胸を締め付けられますがやがて周りの被爆者たちが次々に亡くなっていき戦後確か5年以上経ってから田中佳子も原爆症を発症して髪の毛がごっそり抜け北村和夫の妻で関節被爆者だった市原悦子もほどなく亡くなってしまいます。この映画は 伊井施正治が重松静馬という被爆者の重松日記と岩竹弘という軍医の岩竹手記をもとに1965年に発表した原爆の爆発の恐ろしさそのものよりもその後の被爆者たちの苦しみを克明に描いた傑作小説「黒い雨」の映画化です。 この原作をすごい尊重したためにいつもの今村翔平らしいドロドロした人間臭いタッチが影を染めてまるでホームドラマのようにさらさらした感じで進んでいってその分この映画「資金が集まらないままクランクインしたためにスタッフが大変な苦労をした」というエピソードをセカンド助監督としてついていた三池隆監督が以前この番組でかなり詳しくお話ししてくださいましたね。 あの撮影は岡山県の山奥のもうコンビニに行くのに車で数時間かかる八頭寺村というところで100日ぐらい合宿して行われたそうなんですけどこの DVD の特典演奏のインタビューで田中佳子は1週間ぐらい出番がない日が続いても今村監督は一度東京に戻ったら甘い顔になって帰ってくるからという理由で返してくれずつらかったとも話していましたがこの映画にかけた田中佳子の意気込みは半端じゃなく。 まあ原爆症の患者を演じるためにこんなに痩せたすーちゃんは見たことがないってくらい減量してましたし髪の毛がごっそり抜ける風呂場の場面では美しいヌードも見せています彼女のヌードが美しい分髪の毛が抜けるのがパセティックでまあ楽しみを際立たせていましたねそしてこの「黒い雨」は1990年の第13回日本アカデミー賞で最優秀作品監督脚本音楽などをなんと11部門で受賞し田中良子は最優秀主演女優賞に輝いています えー、スーちゃんは黒闇ににに演ししたたことで日本映画史に残る名女優になりました、えー、その後も田中良は活躍を続け特に1994年、えー、日テレのドラマ「えー、家泣き子」で足立由美のお母さんを演じてからは「神様はもう少しだけ」で深田恭子、えー「ビーチボーイズ」で広末涼子「えー、ジュラさん」で「国高良子」「五里山田孝之」「正義の味方」で「死ね未来」「山田優映画インストール」で上戸彩の母親を演じました。 田中淑子の息子ないし娘を演じたことがある俳優は男女合わせて47人に上るそうで同世代の女優の中では傑出したお母さん役者だったと言えると思います一方伊藤蘭は「男はつらいよ虎城かもめ歌」に出演した後野田秀樹の「夢の郵便者」の舞台に出演して腕を磨きそれからテレビドラマに活躍の場を移しました1982年のアンちゃん 翌83年の事件記者チャボで共演した水谷豊と1989年に結婚2013年古畑康夫監督がセネオカッパの自伝的小説を映画化した「少年英一では水谷豊と夫婦役で共演もしていますこの伊藤蘭もお母さん役が多いんですけども 優しいお母さんって感じの役が多い田中佳祐に比べると伊藤蘭の場合は医者弁護士数理作家ともう仕事バリバリやってる母親の役が多くて僕は個人的にはテレ朝の「ドクターズの」の、まあ、これも小持ちの女優さんの役なんですけど、えー、これが好きですね良かったですね、えー、そして今から27年前ラジオで伊藤蘭さんに直接お話を伺った時にうちの娘はキャンディーズ時代の私のビデオを見るのが大好きで同じコントを繰り返し繰り返し見てるんですよ。 話されてたんですけど、えー、その時この母親のコントを繰り返し繰り返しビデオで見ていた7歳の娘は、えー、後に成長して女優の趣里になり去年の NHK の朝ドラ「ブギウギ」に主演してもう類稀まれな障があるとしての才能を開花させましたまた、えー、藤村美紀は1983年松本隆作詞細野晴臣作曲による「金棒のキャンペーンソングで一時的に復帰してシングルと LP を出したんですけどそのもうすぐ直後に、えー、結婚してもう完全に芸能界を引退しています。 その後もこのキャンディーズの3人は時々集まって食事をしたりしていたそうです2011年田中佳子が55歳で癌で他界した際伊藤蘭と藤村美樹は家族同然だからということで親族の計らいで臨終の床に立ち会って田中佳子が息を引き取るまで7時間名前を呼び続けていたそうです、まあ、自分たちの強い意志で解散を決めながら解散後も深い絆で結ばれていたキャンディーズ そのキャンディーズをご存じない方も、えー、今 YouTube に、えー、歌はもちろんですけど、えー、見頃食べ頃笑い頃の、えー、このコントとか全員集合のコントが上がってますのでそれを見ればまあ彼女たちのコント能力の高さをうかがい知ることができますしまた女優としての映画は田中、えー、よしこならこの「黒い雨」そして伊藤ランナーならこの「ヒポクラテスたち」がおすすめです。あでもトラジオカモメ歌も捨てがたいかな。 チャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いします。